パワーグラブは愛禅城のパーツで、あなたの握力や腕力を強化してくれる。それを装備すると、例えば崖をロープで登るとき、早く登れるようになったり、荷物を素早く持ち上げられるようになるわ。斜面を移動中に滑ってしまうこともある。その時、地面に手をついて止めなければな。そんな時も滑るよ。それから打撃力が上がったからって、むやむや。気をつけてください。
しかして他に私たちの荷物は。いいえ、ごめんなさい。いいんです。荷物にダメージはないし、素晴らしい状態です。でも、志半ばで死んでしまった。私は父の死を過ぎてきたから。そしてついに見つけたんです。これこそ父が知りたいものです。もしかしたらデスストローニングの謎を少しでも解明できるかもしれません。そうだといいんですが、私にはよく分かりませんが、詳しい人が見てくれたら何か分かると思うんです。私はそれを写真に撮りました。そして帰る準備をしていました。でも、カメラを使えられなかった。帰ろうとしたら、武器を持った囚人を見たんです。とても怖かった。幸い、見つからずに帰ったところ、探しに行きたいだい。でもカメラが背景線には、もしかしたら、あなたとも。お願いです。イラッとして、どうかお願いです。もし、それに、私が使っている装備と、使ってもらえ。テロリストから、私が使ってるって。
アランダ契約を結んでみよう。今さらだけど。BB がいないのを気にしてる。
サム、目標の荷物を見つけたか。どうやら誰かが持ち歩いているようだ。見つかった。
こっちにいた。
さて、やろう。もうちょっと続けよう。Thank you.